の子が。姫ちゃん、少々お待ちください。学校のお友達？姫ちゃんにはちゃんと注意したはずなんだけどね。すみません。あら、私はあなたとお会いするのは初めてですわ。まあ、私にそっくりなご友人がいらっしゃるのですね。と、このようにとことん他人のふりをしてください。あ、姫ちゃん。一年生の白鷺姫って言います。はじめましてですよね。姫ちゃんが私のこと知らんぷりする。私によそよそしい態度取る。姫、こちらの来校者様は私がご案内するわ。あなたは今姫ちゃんのこと呼び捨てにした？だってこの人は呼び捨てに。その二人は姉妹のちぎりを交わした特別な関係ですから。遠慮しないでちょうだい。私たちは姉妹でしょ。お姉様。あんたのせいでこんなことになってるのよ。そうでした。姫ちゃん。